放送の TBS 昼帯で日大アメフト部員が覚醒剤取締法違反所持と大麻取締法違反所持の疑いで逮捕された問題を取り上げた。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、大友学側が7月6日に日大アメフト部寮で違法薬物があったことを確認し、警視庁に報告するまで12日の空白期間があったことを問題視。若狭氏は12日間空けた理由として、一時的、保管二次の推移見守っていた、三犯人の隠避の三つの可能性を挙げ、一と二の可能性は考えられない。隠していたと取られても仕方なと私見を述べた。さらに、大学側がどこまで把握していたのかが重要なポイント。もし隠していたなら、大学側が所持罪で立件される可能性もあると指摘した。大学側は、この12日間について、選手に聞き取り調査をしていたと答えている。しかし尿検査などで薬物の反応が出るのは3日から2週間程度とされているため、空白の2週間への疑惑が高まっている。